日露平和条約交渉加速で一致、56年共同宣言を基礎にという。続いて後半深入りまいりましょう。ちょっと各紙ですね、はい、まあ、ほぼ一面トップなんですけれどもね、はい、産経も朝日もそうです、はい、でこれについてはですね、まあ、ちょっと記事の中身の書き方論調には若干の抵抗はあるんですけど、はい、実は朝日は、はい、案外いい整理もしてるんです。時系列の点でですけれど、ね、うん、はい、過去の歴史をね、はい、そうです、経緯ですね、はい、でこれは割と分かりやすいのでちょっとこれ参照したいんですけれどもね、はい、ここですよね。要するに過去どうでしたかっていうと、この今言ってるのは日ソ共同宣言、この1956年ですね、この時にその日ソ両国が、はい、平和条約締結しようよと言って交渉したんですけれども、まあ、結果的にこの時にもその領土問題についてはですね、横に置いちゃったというか合意できなかったわけですね、それで、まあ、このために共同宣言ということにとどまって、とりあえず国交だけは回復したということですよね、はい、56年だからこれ私が生まれた年なんですよ。あ、そうですか、はい、62年前ですね、そしてその後ですね、東京宣言というのがあるんですけど、これは細川政権の時です、はい、エリツィン大統領と、まあ、細川当時の森弘首相とで署名をしてるんですけど、まあ、これはほとんど意味がないです。あんまりここに取り扱っても意味はないんですけどね、この時は実は千載一遇のチャンスだったはずなんですよ。あ、そうですね、ね、もしこの時に2頭だけでもって言うとけば、まあちょっとね、運命はここである程度ね決まっちゃったところあると思いますね、ソ連崩壊して直後の、はい、直後ですからね、そうです、まあ、そうなんですよね、弱い政治団が、はい、そう、で、まあ、金で取り出すことができた可能性があ、ね、できた可能性あるんですね。でこの時にね、まあ、よく武田恒さんなんかは言うけれど、ソ連崩壊と同時に自衛隊がただいまって帰っていけばよかったって、まあ、まさにその通りで、最近の世界情勢見てても分かるように、そこに空白が生じれば当然自国の軍隊を入れて、はい、進駐させてね、そこをもう一回取り返すということをすべきだったんですよ。だけどやっぱり日本がこの時点でも要するに自衛隊という立場ですし、憲法9条改正できていませんでしたからね、やっぱこの時に憲法の問題やあるいは自衛隊の問題というのが型がついていて、普通の国になっていれば、要するにそのこの東京宣言なんていうことをするまでもなく自国の軍隊を集中させて取り返せばよかったんですね、はい、じゃあもうその当時のロシアは何にもする術なかったと思います。それが一つと、それからもう一つは、まあ、仮にですねそういうことができなかったとしても、これは細川さんじゃなくて、はい、もうちょっとここでですねちゃんとしたそのネゴシエーションができる人、それから世論を抑えられる力が政権側にあってですね、まあ、2党をとりあえず変えさせるということになってれば、はい、また状況変わりましたね。要するにこれっていうのはね、人からお金借りといて踏み倒そうとしてるような人みたいなもんですよ相手は、まあ、もっとひどい話だけど、もっとひどい話だけど、あえて言えばそういう人からね、例えば100万円貸したとしますよ、100万耳揃えてくれなきゃ嫌だって話じゃなくて、とりあえず50万でも取り返しておくべきだったんじゃないかという、そういう反省は一つありますよね、まあ、まずそれが一つね。で2001年に森さんがですねプーチン大統領とイルクーツク声明というのを出すんですね、でこの時の実は裏舞台をこの前申し上げたように、私この1年にわたって毎月森さんから2時間ぐらい話聞いてます、このイルクーツク声明に至る、まあ、森プーチンのこの人間関係ですね、これどうやってできたのか、でこの時の声明に向けて の, そのいろんな話し合いがどのようにされたのかということについては詳しく一応取材をしています、はい、ただ、まあ、ざっくり言うとですね、その、まあ、森さんとプーチンさんとの間ではいろんなやり取りの中で人間関係ができ、でこの時にですね沖縄で日本がサミットを主催するんですけど、ね、この時に初めてロシアの 首脳を呼ぶわけですよね、G7 が G8 になったんですよね、それは要するに森さんがプーチンを呼んだというようなこと、まあ、こんなようなことも含めてですね、その森さんとプーチンの間で非常に深い人間関係ができて、それは今日にまで至ってて、はい、実はその森吉郎さんが、まあ、影のなんていうかな、まあ、言葉はあんまり適当じゃないかもしれないけど、フィクサー的な役割に、徹して、安倍さんとプーチンさんとの関係っていうのを一生懸命取り結んでですね、でそこにですね、まあ、協力をいろいろした人たちというのがいまして、まあ、私たちが名前知ってる人だと鈴木宗男さんとか、まあ、こういう人たちの、まあ、助言もありで、やっぱりここに戻らざるを得ないんじゃないかと話はね、でこの時の話というのがその歯舞色丹を
要するに国後択捉の帰属で、まあ、結局合意できなかったわけですけど、この時その歯舞いとしこたんは日本に引き渡すことになってるよというのが一応話としてはあったわけですよね、はい、ですからこの2頭に関してはまあ返還をするというところを今回合意に至るかどうかっていう話ですね、先行返還というね、うん、でやっぱりその2頭か4頭かっていうね、日本の国内でも論が割れる、この論が割れるってことは相手に利することでしかまあないわけですね。ですからもちろんそれはね、4島全部一括で返還させるべきだし、それから場合によっちゃもっとね、南カラフトまでという話をする人もいるけれど、やっぱり取り返すものからこう取り返していってね、それこそサラミスライスでこれはやるしか私はないというふうに思います。そうなんですよね、昔からね、2島返還あるいは4島返還、いや一括返還、こういう議論があって、で過去はですね、もう2島返還なら、ソ連側が譲ってもええっていうような、そういう素振りを見せたこともあるんですね、でこの場合にですね、日本国内でそれ反対論がすごい出たんですよ、というのはね、じゃあ2島でもういいと出ようと、その代わり残る2島は諦めると、だからもうそれで手を打ちましょうという話があった、でソ連もおそらく、その時はソ連もそれで手を打とうかというような雰囲気もあったんですよね、そうするとですね、国内でいやいや残る2島を永久に諦めたらあかんでしょうと、だから4島全部取り返せないとあかんでしょう、だから2島返還はこんなもん認めたら残る2頭を永久に放棄するからダメだという、そういう反対論なんですよ、でもこれはね、実は現実論じゃないんですよね、やっぱりそのなんていうか、今できることのベストを尽くすというのが政治なんで、確か4頭一括返還は理想ではありますけど、4頭一括返還を目指すばっかりに4頭全部永久に取り返せないということもありますからね。ありますからね。はい。まあ今もうそのあれに差し掛かってますよね。そうなんですよ。だからこのまま解決しなかったら、もうどの政権でも無理っていうことになっちゃいますよ。いやこれね、今さっきの話しましたけどね、銀行でも、ヤクザでもね、返さへんかったらもうしゃあないと。まあ、半分でええやいうことようありますからね、はい、ヤクザでもあるんですよ、もうええと。ヤクザ、はい。でやっぱ国と国との場合ね、その、まあ、ヤクザの借金とあえてそういうふうに例えましたけど、やっぱりそれとは違うんで、とりあえず半分取り返してですね、ロシアは必ず次にまた何かチャンス来ますよ、なぜならば前から申し上げているようにロシアって国には産業がないんですから、未来がないんですから、そうするとね、それからロシアはそれでいて人口減少も激しいですからね、必ず日本に何らかのこう頼ってこなきゃいけないところあるんですよ、でそういう意味も含めて、例えばその、まあ、歯舞いしこたんを仮に日本に返還させて、なおかつその、はい、エトロフ島なんかはね、大きな島ですね、この辺りにその経済、まあ、共同経済活動をするという土壌を作っておいて、まあ、どんどん日本もそこに入っていってですね、次の機会の時にはそれこそ自衛隊ただいまでいいんじゃないですか、自衛隊じゃなくてもいいと思いますよ、日本国軍でいいと思いますよ、ね、行ったらいいですよ、いやもともとこの島は日本のもんですからね、でしかもこれも今から百何十年も前にですね、当時のロシアとちゃんとその国境の協定を結んだわけですからね、この時本当すごく本当ややこしかったんですよ、いろいろね、例えばカラフトの問題でもね、日本もカラフトに、入植者もいましたし、ところがまあなんやかんやで、その時はロシアの方がカラウトはやっぱり勢力があったんですよ、それでまあ分かったと、いやカラウトはもう譲ろうと、その代わり、こっちの方は打ち取るでと、いうことでちゃんとそうやって、国境策定してるんですよね。でそのね、要するに例えばなんで自衛隊ただいまっていうかっていうと、例えば歯舞いしこたんのところで一旦国境線引かれたとしても、エトロフでそれだけの経済活動仮にやってましたと、で今度ロシア国内に何か混乱が生じたといったときは、要するに日本人を守るという名目で行けばいいんですよ、そしたら実行支配できるじゃないですか、そういうことを日本国民が腹の中にみんな持ってればいいんですよ、それを忘れてね、もうただひたすらの友好みたいな感じにまた走ると非常に危険ですから、これはやっぱり今回仮にね、歯舞いしこたん2頭でもし取れれば御の字という形で、しかしエトロフクナシに関しては、諦めないんだと、いうことを国民がみんな承知してればいいことだと思います。あともう一つね、大事なことを思い出したわ。実はこの北方四島に関してはですね、ソ連、そしてロシアもですね、
ずっとそのうちに既存権があるんだと、いうことを主張してますよね、はい、ただ主張してるけれども本当はめちゃくちゃ負い目があるんですよ、うん、本当はすごく負い目があって、本当は日本のものやから、まあ取ってるんだと、はい、一時的に取ってるんだっていう本当は本音がそこなんですね、ところが、ですから、はい、長いこと、ソ連もロシアも大統領も首相も書記長も、北方四島に足踏み入れてないんですよ、うん、ところが、民主党政権時代に、はい、メドベージュフね、鳩山政権で、その後菅政権ですか、でその時にその中国の漁船がぶつかって、日本の海上保安庁の船にぶつかってきて、逮捕しましたよね、現場の人がね、ところが本来それをその日本の法廷に引きずり出してそれをその裁かなあかんのに、あの時の戦国官房長官かな、それが超法規的措置を持って釈放してしまいましたよね、ほんでね、これはねどういうことかというと、中国に対しても、あ、日本弱いなあかんなと舐められたと同時に、世界の国にね、まあ、まあ日本の周辺国に何を示したかということは、こういうことだ、あ、この国、つまり日本は領土を本気で守る気ないなと、こういうサインを世界に送ってしまったんですよ、ですからその直後に、それまで一度も来なかった竹島に韓国の大統領が初めて行ったんですよ、イ・ミョンバク大統領、そう、それまで ね竹島は韓国がうちのもんやうちのもんや言うとっても韓国の大統領一回も行かなかった、とかその直後に行った、それとその同じ頃にメドベージェフ首相も行きましたね、北方領土行ったんですよ、つまりあの民主党政権のあの弱腰が、あ、日本は竹島も北方領土も取り返すぎないなと、まあね、それをね、そういうサインを送ってしまったんです。今はね、一応その現状維持はしてますけど、今だってじゃあその断固として国土を守るというような姿勢を見せてるかというとちょっと怪しいわけですよ、それでまあ100歩譲って考えればね、例えばこの日露平和条約をまあ締結するまでのこの交渉をまあ変に邪魔されたくないからということで、中国に対しても今ちょっとこうまあ融和的な政策を取ってるのかな安倍さんはというふうには、まあ100歩譲れば考えられなくはないけど、ちょっとやっぱりこのここのところね、やっぱり中国への政策もさっきのね、まあ移民問題とか増税政策の国内の政策だけじゃなくてちょっとおかしい、まあこれはやっぱり安倍政権に対してはこれも物を言っていかなきゃいけないんですけれども、まあ、そこを100歩譲るならば、ひょっとすると日露の交渉をうまく生かすために、まあ、中国に、ちょっと黙っててねという意味かもしれません、ただ、まあ、私は、その辺深いところは僕らはまだ情報分かりませんけどね、分かりません、ただね、はい、そうは言うもののですよ、今百田さんまさにおっしゃったように、やっぱりここでですね、もう一つ示さなきゃいけないのは、やっぱり日本は断固この、国土領土に関しては守り抜くし、諦めないんだっていうそのなんていうかな、サインも何らかの形で送らなきゃいけない、よろしいですか、はい、ごめん、私の本の話をして、日本国旗の話ですが、この日本歴史をずっと勉強した時に、幕末の頃の、当時の日本人のその領土意識はすごい強いですね。そうですね。今と全然違います。はい、小笠原諸島、あれを幕末の頃に日本が世界に認めさせたんですよ、でも実は小笠原諸島には日本人住んでなかったんですよ、小笠原諸島に住んでたらアメリカ人なんですよ、そして日本は小笠原諸島をとても実効支配できない、全くもう行けるかもできない、まあ、1000キロ離れてますからね、はい、で、その小笠原諸島をですね、アメリカ人がどんどん入植して、どんどんもう村ができて人ができて、でそこに小笠原諸島はうちのもんや言うて、イギリスとかフランスとかいろんなところがですね、もううちはうちのもんやってもうみんな争ってない、そこに水野忠則の男が小笠原に乗り込んで、もうものすごい外交交渉して、アメリカ人もたくさん住んでるのに、誰を日本にしたんですよ、アメリカ人を説き伏せて説得しちゃったんです、そう、あれはすごいですよね、そしてその明治になってから、そこのアメリカ人たちは全員日本に帰化したんです、そうなんですよね、でちょうどその前、総資産の方々がね、今もね、いらっしゃるんですけど、その前に、まあ、ちょっと時間ね、急いで言うね、
長州が四国艦隊と戦争しましたね、オランダ、イギリス、アメリカ、フランスですが、もうボコボコにやられました、ボコボコにやられて、ほんでもうイギリスのオール国がやってきて、賠償金は請求する、で砲台はぶつぶつぶつ、もう完全パラ言われて、もうしゃあないから全部飲まなずすればよかった、もうその高杉晋作はね、しゃあないやつかーって飲まほんで、とか最後に、彦島を貸してくれと、小さな島で、ね、彦島もイギリスにちょっと貸してくれ、ほな、高杉晋作は、あかんと、それだけは断固あかんと、絶対あかんって言うてね、もう、つまり領土だけは譲れ、領土だけ譲れと、負けた側なのに、はい、もう金だけは何本払っても仕方がないですけど、もう領土だけはもうわずかもう1平方メートルも渡さないって言ってね、はい、つまり金に換えられないんですよ。でオール国はね、後にその高杉は魔王領だったんで、すごい、で高杉の方がだいぶ年若いんですよね。高杉オール国が50何歳で、高杉当時満24歳、そうそう、20代の若造ですから、満24歳ですよ、それを魔王のようだったというぐらいの迫力でね、つまりね、だから幕末の人たちってのは分かってたんですね、今みたいないい話は全部私の日本国旗に変えてるね銭金には変えられないんですよ、やっぱり領土国民っていうのはね、それをやっぱりね、その守り抜くとか、あるいは取り返すという気概をやっぱここで一本見せてほしいですね。そういう意味じゃ安倍外交はいよいよここで正念場ですよ、本当にこの2党でも取り返せるかどうかですね。でですね、今この、はい、ロサンゼルス在住の方からメールが、ロス在住です。今ロスは11月14日水曜日の夕方です。先ほど日本国旗が届きました、うん、おー早い、まだ仕事中ですが、帰宅後読みます、楽しみです。40代女性の方から、ありがとうございま す。もうアメリカまで届いてんですね。いやこれも世界中のかな、これ日本国旗、まあ、注目されてますからね、でもアメリカまでだと配送料の方が高くつくんじゃないかと思いますけどね。はるかにね、はい、まあ、でも対ロ外交については本当、あの川地俊明みたいな人が今こそ欲しいですね。ロシア人すら魅了して、これも爆発ですね。そうですね、あの頃の日本はかなり、ね、ロシアに関してはいろいろ入ってましたからね、そうですよね、草も含めてね、それから世論操作もだいぶやってましたからね、そういう意味じゃその幕末の人たちの、幕府方にもめちゃくちゃ有名人ですからね、いましたからね、はい、先ほど言った水野忠則も幕府方ですからね、普段、ね、ね、の、ね、家臣ですもんね、その時ジョン万次郎が、あ、そうそう、ね、ジョン万次郎は通訳をジョン万次郎がやったというね、ですからやっぱりジョン万次郎っていうそのアメリカ人のこと、あるいはそのアメリカ人の駆け引き、政治的なことを分かってる人が通訳やったっていうのも、これ多分成功の秘訣だったと思いますね。そうですね、ですから日米和親条約の時にもジョン万次郎が通訳に立ってれば、まあ状況が変わったと思いますね、まあ、違ったかもしれませんね、はい、そういったことも含めて改めて百田の奥さんの日本国旗をね、ぜひ熟読いただければと思います。俺ください、読んだ、今も読み終わりました。ありがとうございます、はい、面白かった、また改めてご感想を申し上げたいと思います。